まあ、ここが一番の見せ場みたいですね。すごい怖かった。私も時間なくもうここ何度か登りたくない。もういや、あと 800m です。ユピカ、私のユピカ待ってておくれ。スタートしていきたいと思います。道の駅ミキティありがとう。さっき言ったようにちょっとパソコンのバッテリーが切れてしまったので、ちょっとガストによって電源をお借りしたいと思います。ガストさんは電源がある店ない店をウェブで検索できるみたいなんで、積極的に貸し出していただけるようですね。ちょっとお店で聞いてみたいと思います。それではとりあえず帰っていきたいと思います。まず京都あたりを目指して頑張って運転していきたいと思います。今国道372号線を走っています。この辺は丹波篠山市といって、滝アルプスっていうアルプスがあるんですね。本当はそれも登ろうかと思ったんですけど、ちょっと天気が悪いのでさすがにもうそろそろ近づかないといけないんで、今回はパスしたいと思います。面白いよってスターウォーズ、うん、スターウォーズ面白いんだ、うん、私は好き。何ゼロ、あのエピソードゼロ4から始めたんじゃないの。あなた好きじゃないかもね、もしかしてよくわかんないけど、あなたコナン好きなんだっけコナンコナン嫌いとは言いづらいもんモノマネするのが好き。俺コナンのモノマネなんかしない、してるじゃん。ノッサンおじさんさん、あれスピルバーグだよね。なんだっけ、あジュラシックパーク、あ違うの。いやでもスピルバーグのはさ、車のやつが好きなんだよ俺。ああデュエルとか。あデュエルじゃない。皆さんご存知でしょうか、デュエル。デュエルでいいのかな、あれ面白いですよね。トラックのやつすっごい怖い、なんか今の煽り運転の走りみたいな世界のやつですが、もし見てない方は面白いと思います。今はもうなんか全て CG とかわかんないけどさ、まあ、それはそれで面白いんだけど、なんかこの荒削りな感じは面白い。なんか昔のさアメリカのガソリンスタンドとかドライブインとか、ああいうのが面白い。いいよね。京都府に入ったようです。今京都府亀岡市を走っています。それでは引き続き雨の中ですが気をつけて運転していきたいと思います。そろそろ京都市街に入っていきますね。京都まで戻ってきました。でもまだ先は長いです。ただいま滋賀県に入りまして、琵琶湖のほとりを走っています。ただいま曇ってますが、これ三重県鈴鹿市入りました。ちょっとご飯食べてきます。ひもの食堂さん行ってみたいと思います。そのサバみたいですね。サバ落とさないよね。すまんっけ、出来上がりましたらお呼びいたしますね。お好きなお席で待ってください。94番で呼ばれるのを待ちます。コーヒーとお茶両方飲めるみたいなんで両方いただきます。これがサバの干物定食ですね。こちらは島ホッケ定食いただきます。ごちそうさまでした。いや美味しかったですね。どうでしたか。とっても脂乗ってて美味しかった。サバ島ホッケはほっこりしてたね。ほっこりしてた。ただいま愛知県入りました。時刻は7時30分。愛知県入りました。ただ
今愛知県から静岡県入りました。大体浜名湖付近ですね。ここら辺はこの辺に来るとだいぶ戻ってきた感がありますね。ずっと運転してますが、まあ、休憩しつつ頑張っていきたいと思います。ただいま時刻は午前1時20分です。今神奈川県に入って246を走っています。だいぶ疲れましたね。でもまだなんとか走れそうなんでこのまま行きたいと思います。ただいま時刻は午前2時30分です。ただいま東京都八王子市街を走っております。あともう少しで埼玉県入ります。分散は寝てますが頑張っていきたいと思います。時刻は午前3時少し前ですね。埼玉県帰ってきました。本日は兵庫県の道の駅ミキティから下の道で運転してきましたが、午前3時になってやっと埼玉県に入りました。ありがとうございます。あともう少し頑張りたいと思います。